どうも、構図です。今回ですけども、忍、AKB の選抜に入る子は強い武器を持ってて、それを最大限生かすと。3つないと選抜に入らないというふうな発言に、思うこと動画のコメント欄を見てみようのコーナーです。ぜひチャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いいたします。ということで、24件コメントいただいてまして、パフォーマンスって本当にどこまでのことなんだろうと思う。ダンスの良し悪しなんてほとんど伝わらない。まあそうなんだよな。その子を視界に入れてるダンスがうまかろうが、1ミリの記憶に残らないけど、歌うマイクは視界に入れて、あー、まあ確かにね。歌うマイクね。だから、イコラブ、サシアラプロデュースアイドルは割ともう生歌、訓練させてますよね。コンサートでもずっと生歌の印象がある。まあそこで差がつくんだろうな。あとは、やっぱ AKB ほどでかくなるとまたそのパフォーマンスの一体感みたいなむずくなるけど、イコラブはまあ、イコラブの意味ニアジョエ12人ぐらいじゃないですか。まあやめてて今減ってってけど。だからやっぱそれぐらいだとやっぱ合わせるにはちょうどよく見えるんだよね。見栄え多分ね。パフォーマンスは48アイドルでもすごく重要。でもさ、この大島優子とかさやねとか、まあもちろんパフォーマンスいいのは知ってるけどさ、大島優子とさやね以外でこの子のパフォーマンスがいいけど人気がないみたいなのがあるとさ、その対比がしやすいんだけどな。なんでパフォーマンスがいいのに、大島優子クラスなのになんで人気がこんなに違うんでしょうねって話がないと、パフォーマンスはすごく重要っていう話がしづらくない？大島優子は人気があってパフォーマンスもいいだけだとさ、だからパフォーマンスは重要であるっていうなるとさ、いやでもこの子はパフォーマンスがいいけど人気ないんですよねみたいな。じゃあなんでだろう、じゃあパフォーマンスってそんなに重要なのかなみたいな。逆にこの子はパフォーマンスいまいちだけど人気があるんですよねみたいな。なんかそういう対比ができないと話になんなくない？と思う。もちろんパフォーマンスがいいに越したことはないんだけど、そう。すごく重要かっていうと、それはちゃんと比較しないといけません。坂川さん若いけど新鮮味が落ちるからどんどん。いやでもまだ新鮮じゃない？どうしても坂川さんじゃなきゃ、辛辣。でも上京すれば、もう飽きました。でも、多分上京したら入ると思いますけどね。仕事回しやすくなるんじゃない？単純に。稼働率が上がると運営も計算しやすいだろうしね。単純に笑顔かわいしてて見てるが自然と笑顔になる。ダンスがうまいことはパフォーマンス一つの要因に過ぎないのではないでしょうか。パフォーマンスがいいって、そうそう、だから、そのダンスがうまいイコールパフォーマンスがいいではないのよ。そう。ダンスがいいこともパフォーマンスがいいの一部みたいな感じだけど、パフォーマンスがいいって大枠で捉えるとそうなんだよね。そう、目がいっちゃうとかそういう感覚的な部分もあるんだよな。そうそうそう。坂上ひろかちゃん、地元の高校会内に所属してるユニット、アンレームで活発で活動してる。さらに先輩で、そうなんだよ。だから上京したらと思ってんだけどね。ひゆかちゃんも選抜に入っていてもおかしくないけど、福井から通ってる。福井が遠いのよね。まず、東京からさ。そう。アンレームの番組でさえ時々しか出る。そうなんだ。そうだ、俺も番組を見ないからさ、なんとも言えないんだけど。選抜に入れる実力があるなら、坂川さん運営そこを加味してまでも、いや、でも稼働率を考えたときに、難しいってなっちゃうんじゃないかな。いちいち福井から出てくるってなると。三つだと、運と頭の回転の速さと体験分けるビジュアル。まあだから対応力で考えると、まあここら辺だよな。可愛い子で握手対応最強だったら大体人気出るよ。そう。だって可愛く、そんなに可愛くなくても、対応力良ければ人気が出るんだから、可愛ければなおさらじゃないですか。それにダンスとかパフォーマンスが良ければなおさらじゃないですか。そういうこと。状況すれば、選抜人と言うけど本当かな。さえちゃん、ひなのゆうちゃんはかなりレベル。まあ、でも確かに俺ファンミでさ、アンレームファンミでさ、割と前の方で見てたんですよ。そう。でも別に、じゃあ、坂川ひゆかちゃんのパフォーマンスが劣るかって言ったらそんなこともないよ。もちろん、その、荒井沙耶ちゃんとか、久保ひなちゃんとか、山内ゆいちゃん、うまいけど、いいパフォーマンスするなとも思うけど、研究生の中で。じゃあ、それと比較して落ちるかって言ったらそんなことはない。だから、その、パフォーマンスってそんなに極端に優劣つかなくないですか？そう、ほんま舞ちゃんぐらいなんか、おっていうのがあれば、またさ、どうしたってなるけど。
上京したら選抜入る、日向太の上等級の、あー、まあでもそれは上京してみないと分かんねえからな、なんともいないわ。シンシンと和田美優ちゃん、大人からアイドルデビューした子は覚悟を感じます。もうそうだよね、人気出るよ、あのおたたいよ、いいもん2人とも。俺シンシンは別に話したことないけど、レーン並んでて隣のレーンとかで見てて、あの良さそうだったもん。出てくるオタクが全員笑顔だったもんそれすごくない？うん、3つの武器って難しいですね。あ、なるほどね。ダンスね、ダンスはだけど練習すら上手くなるから大体、なんとかなるけどさ、対応力とかっていうのは逆に身につきづらいよね。練習したりどんだけ握手会で爆発踏んでもさ、コツをつかまないと難しいよね。ダンスはコツをつかみやすいじゃないですか。ここをこうしたらいいとか、あのお手本となる人はどうやってるかとか。でも握手会の対応とかって別に誰かの握手会対応をさ、なんか映像で残しててそれを見て学ぶとかさ、見たとって学べない子もいるからさ、難しいよね。上京してももし関東大学生になってからなら今と同じ状況だ。あー、正直徳川に関して単純に SNS 指標とお話し会の上ともに先輩、ああ、なるほどね。だからもうちょっと目につくところにいてほしいけどね。どこまで行ったらパフォーマンスや、横ちゃんぐらいになってご発言は嫌味しか聞こえませんよ。横ちゃんのパフォーマンスは AKB 賞トップぐらい。まあそうだよね。そう、パフォーマンス面で言ったら横ちゃんでしょう、指標は。誰が最上級かっつったらさ。ハードル設定がおかしい。でもさ、パフォーマンスパフォーマンスっていう人ってじゃあどのレベルのハードルを超えたらパフォーマンス目になるんですか。なんかな、いや別に嫌味ではないけどどれぐらいなのっていうので極端な例を挙げてるだけ。その皆さんが言うパフォーマンス目のハードル設定が分かりづらいから。選抜非選抜の差は何もない。選抜は世間がどう思うか考えておくでしょ。まあね。あやみんの選抜でよろしいけど、可動しかないって武器したつ。ひゆかちゃん、さあ、リアルとアンレム、ケリーで、忙しいっすよね。だから、これをきっかけに、オタクを増やすっていうのができて、人気が増えてくれば、選抜も近づくんじゃないですか。はっきり言って、握手会人気完売数と本人努力感、でどうにかなら、まあね、まあ本人の努力でなんとかなるって言ったらそれまでよはい、いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも、コウズです。今回ですけども、今月は満ちるという楽曲ついにプロデュースいたしまして、楽曲プロデュースね、コウズアンダーグラウンドフューチャリングの楽曲プロデュースは結構ね、曲数も出てきているんですけれども、まあ、今月は満ちる、これは指原莉乃さんが HKT メンバーに書き下ろした公演の表題タイトルになっているわけですけれども、僕なりの解釈で歌詞を自ら書いてみました。全くサッシーのね、今月は満ちるとは全く別の楽曲になっていますが、まあ、王道アイドルソング調であるということは、似ています。なので、ぜひね、音源化されていない指原伝説の、今月は満ちるを思いながら、コーズアンダーグラウンドの今月は満ちる、ぜひ聴いてみてください。 MV 公開中です。どうも、コーズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくて、ついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が、実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひ、チェックお願いいたします。